ヨラン、アレクサンデル・シェストレム・ミロシェビッチは、スウェーデン・ストックホルム県、スンドビュベリ出身のプロサッカー選手。アイク、ソルナ所属。ポジションは、ディフェンダー。セルビア人移民の父親とフィンランド系スウェーデン人の母親の間に生まれる。ソルナに、本拠地を置く、バサルンズ・イフでキャリアをスタート。17歳まではフォワードでプレーしていたが、セントラルミッドフィールダー。 ついで、センターバックに、コンバートされた。2011年2月、アイク、ソルナがユールゴーデン・イフ、アクフ・フィオレンティーナ、セルティック・ FC との争奪戦の末獲得。契約は4年。一籍後初出場した、ミャルビー・ AIF 戦では、マン・オブ・ザ・マッチとなる活躍を披露。6月のマルメ・フ・ F 戦では、初アシストを記録。リバプール・ FC、アーセナル・ FC、 トッテナムホットスパー、サンダーランド AFC などがミロシェヴィッチのためにスカウトを送り込み、また FK パルチザンや AFC アヤックスも興味を示していると報じられた。ベルダーブレーメンは60万ユーロでの獲得に合意したとも報じられたが結局実現しなかった。2012年4月の GIF スンツバル戦で初ゴール。2015年1月。 ベシクタシュ JK に3年半契約で移籍。移籍金は100万ユーロ。2016年1月、ハノーファー96にシーズン終了まで、レンタル移籍。8月、SV ダルムシュタット98に1年間レンタル、移籍。2018年2月28日、同年末までの契約で、アイク、ソルナに復帰した。U-17 までは、セルビア代表。 U-19 からスウェーデン代表として出場している。ありがとうございます。